になります。茶枠ありがとうマーブル、決まったアダースマーブル、来たき行った時はよろしくね。行かねえと思うけどな。ああ、ここありがとう。お茶ね。任していいじゃないか。他にもいいんだよ。だ北九とか、あの、福岡とか、あの、近辺は、俺リスナー結構いるんだよ。福岡佐野グループ作っちゃう？マーブル。なあ、大阪佐野グループだけじゃなくて。なあ。また俺忙しくなんだよな。LINE グループ作っちゃう？福岡佐野グループで。今俺作ってんのは、あの、大阪佐野グループの LINE グループしか作ってないから。ああ。おっとばさ、そしたらまた変な話になってくる。なんだよ、じゃあよって、東京でも作るべえよ、とか、で、また言われっとよ。よ、ちゃんまん何してんの今、とか、ああじゃねえ、こうじゃねえ、来るからよ。いや、寝てんだよ、とか。今、本読んでんだよ、とか。ほんとよ。まあ、しゃあねえかもしんねえんだ。そういうさ、その、配信をしてない時間と知る時間をちょっと考えてくれよ、みたいな。かといって、じゃあ配信頻度減ったら、俺食ってけねえじゃん。ここで、なあ、茶爆もらって食ってんだからよ。投げてくれねえと、なあ、しゃあねえしよう。だからバランスだよな。うん。まあまあ、ゆうさんな。ゆうさん長いもんな、俺のことな。うん。配信頻度は、どうなのかね。おいちゃん悪くないと思うけど、今いい感じになって、もう、うん。と思うけどね。ハロちゃんありがとう。ハロちゃんありがとう。茶幕決まった。あら、さらにゆうちゃんばの決まった。あら、うん。茶幕連発ありがとうございます。あら、幸せです。うん。ありがとうございます。
ゆこはとか言ってるけど、あの、おじさん、その、ゆこちゃんがね、どこの放送見てるのか知らないけど、みんなさ、例えばさ、あの、アイテムくれくれとかが多いじゃん。俺、基本的に言わない人なの。言ったらとんでもねえぐらい流れるで。ああ。おいちゃんとは。だけど、まあ俺の性格なのかな。うん。言わないことはリスナーみんながわかってるから。だって、リスナーみんなわかってるから、茶枠バンバン上がってる時に、もう俺寝るから、つって、じゃあお疲れ、つって枠切っちゃうんだから。ダメだよね、ああいうのはね。みんなまたね、みたいな。そうなんだよ。ダメなんだよ、あれな。ああ。そうよ。俺はね。いや、じゃあ、ユーさん笑ってる場合じゃねえ。だ、それが佐野なんだっつうの。銭金汚えことはやりたくねえから。うん。まあでも今配信やってる人はほら、みんな、お金が稼げることは分かってんじゃん。どこのサイト行っても。で、イベントやったりとか、ランクとか、順位とか、一日の最高金額を聞いてもいいですか？あ、ここのサイトじゃなくても今まで配信でやってきた中で？どうだろうね。一日っていうか、俺一日とかは、やらないから、でも FC2 でやってた時に、1時間半ぐらいで、まあ、20万ぐらいだったか。うん。ってことは40万とかもっと、ああ、そんぐらい投げてくれてんだよな。俺、それで、もう、お疲れ、っつって終わっちゃってるけど。うん。うん。その時はね、みんなありがとうね、っつって。もう、こんな嘘言ってもしょうがねえし。もしかしてこれで終わりですか？これがどれなのかわかんないけど。え、時間、俺ね、時間見ない人なのよ。あらら終わっちゃった。じゃあ、次役、うん、別にやってもいいよって感じ。うん。他にみんな見に行くとこあれば行きゃいいだけの話だし。ああ。まあでも次役そんな長くやんねえよ。うん。あれってきちゃってよ。うん。もう今日は阪神が勝ったからね。
楽しい酒が飲んでるし、